ホンダ、フィット磁気型プロトタイプを動画で撮影することに初めて成功した。ワインディングロードを走る映像からは、実に軽快に、そして力強く走る姿が見て取れる。捉えた開発車両は、かなり偽装が落とされ、新 LED デイタイムランニングライトを備える大型のヘッドライト、3本の横スラットが入ったワイドなグリル、アグレッシブなコーナーエアインテークの形状、リアエンドではリアゲートにまたがるように配置されたテールライトなどが確認できる。さらにウィンドウ越しに撮影された内装のクローズアップ画像には、大型ナビゲーションディスプレイの一部も映されている。予想されるパワートレインは 1.0 リットル直列3気筒エンジン、最高出力110ピコセカンドを発揮する 1.3 リットル直列3気筒ガソリンエンジン、最高出力153ピコセカンドを発揮する 1.5 リットル直列4気筒プラス IMMD ハイブリッドモデル、航続 300km の EV などのラインアップだ。ワールドプレミアは最速で2019年後半が有力だが、遅れれば2020年前半になることになるだろう。